コバルトガラスのコビンコバルトガラスとは一般的に酸化コバルトや炭化コバルト含むコバルト化合物を含有する青色のガラスのことである500から700ナノメートルの範囲に強い吸収を持つため炎色反応の観察時にナトリウムに由来する589ナノメートルの気線を吸収する光学フィルターとして利用されるほかその綺麗な青色から ガラス工芸などに使われる。スマルトは、化学式では、CO2K2OCOO で表される酸化コバルトとカリウムを添加した石英ガラスのことである。顔料や絵の具として使用された。カラーインデックスでは、ピグメントブルー 32,PB32,PB74 として知られる、ルネサンス以降を使用され、16世紀17世紀に特に使われた無機顔料である。 この顔料は完成油によって変色する。他の顔料でも起こり得るが、特にスマルトは顕著に変色する。この変色する性質は当時すでに知られていた。最も古い例としては、紀元前2000年頃の古代メソポタミアでおそらく顔料として使われたアルミン酸コバルトガラスである。 約5世紀後には、スマルトとして知られる酸化コバルト顔料が、エジプトの陶器の着色に使われ、エーゲ海地域でもすぐに採用された。絵画では、この色素は長い年月で薄れてしまうので、今日では使用されていない。しかし、陶器に釉薬として使われた場合は長く、色が保たれ、イタリアルネサンス期のマヨリカやキデルフト陶器、中国名や元の時代の染め付けなど、 長い期間広い地域で使用されていた例を見ることができる。中国の陶磁器ではコバルトガラスが中央王朝の頃に発見され、スマルト釉薬は唐の時代以降使われるようになった。コバルトは13世紀から中央アジアで顔料として使われた。カラホトの都市であるタングートでは11世紀から13世紀のものと見られるスマルトを含んだ泥絵の破片が見つかっている。 15世紀から17世紀のヨーロッパ絵画ではスマルトが一般的に使用され今日に至っては色が抜けてしまっているヨーロッパでスマルトの製造法を発明したのは1540-1560年頃のボヘミア人ガラスコークリストフ・シェアラーと信じられているが1455年頃のディルク・ボーツのザ・イントゥームメントにスマルトの使用が見られるため 少なくとも一世紀前には存在していたことは確かである。ありがとうございます。